4両編成堂々の登場でございます。信号は今青だ。京阪、白金、東洋電機、機動性能、東洋電機性能、 IGBT、 VVV インバースを積んで、いけるわこれ、余裕で勝てるかもしれん。向こうには ATS という存在があるかもしれないが、歩行者に ATS はない。だから急ブレーキが可能。このままだと電車に間に合わない。どうしよう。そうだ、これがあった。次のモーツに乗ればいいんだ。よし、信号のタイミング悪い。あ、無理だ。このでここでこの距離無理だ。この踏切が開いてからだよ。よし、開いた。誰か来るかな。人が来ないということも考えられる。来るか来ないかは分かりません。で、あそこにですね、京阪の三井寺駅という駅があります。その三井寺駅から浜大津まで、ずっと路面区間なんですけど、この路面電車の区間を走ってで追いつけるかみたいなのをね、今日ずっとやってるんですけど、残念ながら7回か8回をやって今挫折してます。あ、やばい、来てる。ちょっとあれは見送ろうか。音がいいですよね。今日からラッピングされました車両です。石山寺駅、あの大河ドラマのラッピングです。 NHK でちゃんと書いてありますよね。ここを発車する電車を追っかけて次の浜松駅で乗るチャレンジを今やってるんですけど、8回目にして失敗で、これまた来たんですけど、ちょっと今見送りました。始めたばっかりなので。これね、浜大津から切符買ってるんで、こっから乗るってわけにはいかないですよ。なんで向こうまで行って、向こうからですね
電車をまた追っかけるというようなことを今日昼からずっとやっております。ここの踏切が開いた瞬間にあっちの駅に向けてゴーです。これ信号がねマジで感じになってくる。あのパトカー来たし、待って、なんか悪いことしたっけ。悪いこと何もしてないよ多分ね。これ京阪の運転手さんもね、こいつずっと走ってるなっていうのは多分うすうすってか見てたら思うと思うんですね。あ、来た、え、待って、あれ初めて見るんじゃない。あ、違ったわ、一回見たことあるわ。そして踏切が閉じて、いや軽トラ来てる、開いたらスタート。踏切が鳴り終わった。よし、あーエイブルさんごめんなさい。よし8回目か9回目かそんぐらいのあれです。間に合ってくれ、ちょっと待って。 OK、あにゃ、歩こう、駅の構内は歩こう。待って、ライブ始めて1発目、すげえ、一発目で決まった、すげえ。おぉ、来た。奇跡だ。奇跡だ、何で間に合った、間に合わんと思ってた。